はい、それでは行きましょう。大嫌いな10番ホール、実はもうこれ今日何で行きます、どうやって打ちます、低い球で行きます。あの低い球、え、何危なかった。いや、打ち下ろしですからほんまに突き刺さるような低い球がいいですもんね。さあ、練習場ではだいぶ打てるようになってきたんで、この嫌いなとこで、はい、打てればいいですよ。おお、ナイス。え、何年ぶりやろこれ。何年ぶりやろ。いや、もうでもちょっとちゃんと球のイメージできてたんで、はい。オッケー、じゃあ張り切ってこの10番ホールいきましょう。はい、噛みました。ちょっと上げてるからまた、はい、上げてるから強い球、まあ低い球もいいですもんね、この方がね。これ乗ったか。おそらく乗った。ちょうど切れ見えなかった。うん。あ、なんか跳ねた。もったいねえ。さあ、ここは低い球、この18ホール全部打ちますから、うん、これちょいフォローやけど、まあいいか。背中から風来てるやんけど、まあ球筋重視で今日は、すごいなぁ。いや、もうナイスとしか言えません。
何番？9。 OK。 なんで？いやいや、ちゃんとドローやな。さあ、ここも嫌いなんですよ。引くドロー。オッケー。そうですね。10番と13番です。いや、完璧や。いや、もう全然安心。もう全然安心。でも自分でも安心やもん。皆さん、今までの動画見返したらいっつも、はい、もう左から打ってますから。でもなんかここで謎にフェードアウトしてる。そうですね。さあ、ちょっと上げてる上にこれ越えなきませんもんね。刻みますか。あ、ちょっと足場も悪いね。そうやね、足場がさ、なんとかなったら行きますか。はい、無理です。はい、諦めてレイアップ。はい、安牌。だいぶな。え、何何？ここは低い5番ウッドね。いやでもここまで上出来です。コースで打ててるから。なあ、打ててる打ててる。うわ、すごいとこまで行ったな、これ。
さあ伊豆選手苦手な、いつもここ左のあの見えてる木の方、ちょっと今までちょっと繰り返してきましたもんね。はい、もうティーアップする位置も違います。これでもう全然安心感が違います。ちょっと右から行ってほしかったけど、まあいいですよ。よーいったな今。もっと低い位置にするぐらいのイメージ。さあここからバンカーショットうまくできたらほんまにバンカーうまいな。いや完璧やろ。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お